ガレージ智吉です今回は、えー、またまたね、この RX7 の FC を作ってる途中なんですが、えー、内装ね、ここまでできました。で、後ろから言いますと、この、リアのね、シー、リアシートのとこ、ここ、 うん全部まあ素地彫りして、えー、墨入れをしましたはいでまあまたねこの座るとこ座るとこをね、えー、ちょっと色分けをしてみたいと思いますはいであとフロントのね、えー、両側のシートですねこれ、えー、このこのね ガイアのブライトレッドと、ねえー、この、タミヤのね、このブラックですね。これはエナメルのやつかなはい、エナメルのやつですね。はい。それを、うん、色分けしました。で、横からとかも見えると思うんですけど、 えー、シルバーもシルバーを全部塗ってから、えー、まあ、黒色塗ってでそのね、えー、上にこの赤色を塗ってますはいまあ前から見てもこんな感じになってますはい で、あとね、えぇ、ー、機能かなのところで、えー、この、ミッションのとこね、オートマやったんです。オートマの、うん、シフトノブやったんですけど、えー、いらないランナーを、うん、ちょっと切ってね、この、まあ言ったら足ついてる、 あのランナーがあったんでそれで、えー、切ってでここの上の今ねシルバーを塗ってるとこなんですがそこをちょっとライターでねピッとうん火,火っていうかまあつけたらちょうどこんな丸っこいような感じのやつになったんでそこにシルバー塗って。 普通のねどう、峠仕様のミッションタイプにしました。はい。あとは、まあ、ここらは、あ、この、えー、物を入れるとこですね。物を入れるところの、この、とこを筋彫りして、えー、墨入れをしました。はい。まあ、ね、あとね、 ボディは、これ、ええー、ちょっとね、失敗したとこ、色をうん、もうね、今日は雨降ったりとかやっとったんで、えー、ちょっと、失敗したとこね、ちょっとうん、筆で塗ってます。はい。で、フロントガラスのとこもね、 えー、ちょっとこれ、ぼかしの、えー、ガラス入ってたんで、こんな感じにしました。はい。で、えー、内装のとこね、えー、まあ、コブラブルー塗って、で、あと、この枠ですね、黒枠を塗ってます。で、で、えー、ルームランプつくとこは、えー クリアイエローですねを塗ってこんな感じにはいしていますまあこんな感じで今日はやってまして、えー、もうちょっとね完成するのは遅くなると思いますこのね、えー、こういうとこも色分けしたりするんで、えー、また 次の動画で、えー、見せますんで、よかったら、また次の動画も、うん、この動画も見てください。はい。今日はこの辺りで終わらせてもらいます。ガレージとも吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。